はいどうも、白ち石英則です。はい、えー、有吉ミュージックフェスうーに b ファースト t ブンブンバックね、えー、出ました。ということで、私、t バ今現在ですね、t バの方で、えー、カーソルの方を10分13秒ですね、えー、b ファーストが出るうセクションの10分、 13秒のところで止めております。部分バックパフォーマンス見ていきたいと思います。同時視聴していただけたらですね、えー、シュールなー無音おじさんリアクションも楽しめるかなと思いますのでよろしくお願いします。えー、現在カーソル10分13秒。5秒前からカウントします。5、4、3、2、1、ぽっちり。 Take you Come on flow me. Oh, go in So while I tell you, かわい,いなこの髪型登場じょうめがけ、ここ遊びすくせ。We need b a k of b a k 夢を見る。 <Never. S 2> 今どんな気分コーラスうんうんがなってるね肩タらしてるから イサイイガクトネイサテジ 素晴らしいえまずビジュアルが変わってるねシュンともジュノンも変わってるねであのー、本当にあの歌唱が「ブンブンバック」ねもう何回も何回もやってると思うんだけどやっぱ歌唱も随分とまたアレンジも変わってるしあのー、こう力量というかその抑揚のつけ方っていうのもすごくこう さらに高い水準にいってるっていう感じが僕はするんですよ。えー、例えば、えー、シュントのーパート、えー、ほん歌い終わりのこの、力の抜き方、フェイクの入れ方からの、一発入れたからの、こう、モンスターボイス。ね、こう、ええー、っていう、いつもの。この切り替えの時にすごくこう、本当に別人が出てくる。本当にあの、素敵通るような、 声その声とでもう一つモンスターボイスクッとこう2曲化してるこうそれがすごい歌い分けがすごくいいのとちょっとやっぱりあのふわっと歌う歌い方がすごく上手になってきてるなと思うのがシュントのすごい変わったなと思うところとジュノンのやっぱりあの2番のねあのシュントと竜兵の後のこのパーンってこうキーがキッとこう。 ハイキリ行くところのツヤが、この人のツヤっていうのは、まあ、そのデビュー当時からもそうだけど、クーンと行くんだよね。こう、切字がキンと伸びるみたいな。異次元の世界がグッと入ってくるみたいな。うん、そんな感じがしますね。で、えー、前回からもそうなんですけど、竜兵がやっぱここのとこすごくこう、あの、特徴であるミドルボイスの、あの、マイクに乗っかるあの、芯のある声っていうのが、 もう今日もすごいね、あのー、このミュージック、有吉ミュージックフェスでもすごいこう、シーンを捉えている感じがいたします。で、えー、ソータ、ソータのあのー、こう、ハスキーボイスというか、あのー、しゃがれ声、えー、こう、喉を閉めて歌う歌い方が結構様になってきてて、えー、ふんだんに取り入れられてて、なんかそれがやらしくない、えっ、ー、と、やっぱり、 挑戦して、前から言ってるんだけど、挑戦している、トライしてるんだよね。トライアンドエラーで繰り返しやってんだけど、もう結構、かっこいいよね。なんか、本当にあの、何 ?7 人の中にいない声を担当してくれている感じがします。あの、で、それをものにしてきている。 そうたかっけいいなーって、その、そこのポジションに行くそうたもかっこいいし、ラッパーとしても絶対使える武器なんだけども、やっぱりそうたっていろんな角度で、えー、この b ーストの こういうとここうした方がいいんじゃないかなっていう、彼のその考えが見えるというか、素晴らしいなと思いますね。で、やっぱマナトが、やっぱ僕ビジュアル的にマナト好きなんで、かっこいいよね。歌もね、もうこの曲はすごくマナト、あの、背骨の役割をしているというか、あの、落ち着いて聴かしてくれる。うん。マナティ今日もこう、安定、安定のマナティでございました。えー、レオもですね、レオのあの、 声というのはそのう音響さんとの相性もあると思うテレビ局の声音をする人との相性もあると思うんだけどうどうしたって、ね、でも安定性は上がってきているあのでやっぱりちょっとねポリープがあるみたいな話も聞いたことあるけどやっぱ喉の調子をねあのキープするの難しいと思うんだけどここのところずっと安定しているから次はねまたね またステップアップしてくるんじゃないかな。まあ、ブンブンバックとかね、あのー、そういう曲も彼は歌えるんだけど、やっぱこう、ミドルテンポとかバラードのね、あのー、パートを任された時の彼ってすごいじゃないですか。レオはレオで本当にね、特別な声を持っているなと、こう、例えば骨格でもそうだし、例えばハンディキャップがもしあるとする、例えばね、かかすごい細いよ。大きい。背が高い、低いでも、 あのー、声って変わってくるんですよね。それってオリジナリティなわけだから、それをどういう風に自分の武器にしていくかっていうのは大事だと思うので、レオは本当に、こう、骨格とかね、えー、自分の喉の,の問題とかをね、うまく利用してオリジナルの声を出しているなと思いますね。うん。料金ね、いつもね、激しい分だけ、えー、今日かこうこう、こうやってね、みんなが激しいと、あのー、逆にあの、いつもの料金どこ行ったって って言ったんだって思うかもしれないんだけど、思う人はいないか。<laughs> あの、みんなが激しい時は、料金いつもこれぐらいでみんなこれぐらいが激しさなんだけど、あの、みんなが激しい時は、良金い,いつもどれり激しいんだけど、ちょっとこう、<laughs> なんか、面白い、なんかそ,そういう現象が起きる。で、やっぱりあの、テレビの音質だと、料金の良さが出にくいっていうのがあると思います。あの、レオと一緒で、その、 相性、ミックスする相性、声音する相性の人がいるんで、あのー、細い、声が細い、高いキーを結構出して、声をこう絞って出してるから、あのー、周波数的には太くないので、ね、だからその、声音するときに、あのー、レオとか、リョーだけをこう、別トラックでしっかり音圧をこう、太いとこを上げてほしいんだけど、まあ、それってなかなか難しいので、7人揃ってのをこう、声音っていうのがありますので、ただやっぱりあの、表現力と、 攻める歌い方あっていうのでやっぱりスパイスになるんですよね。彼がいないと、この例えばみんなが激しかろうが、でちょっと、あの、いつもよりかバンって飛んで飛び抜けてはないんだけど、でもこの、この飛び抜け感がすごくこう、同行してるからライブっぽくなる。あの、テレビでも熱が伝わるんですよね。あの、同こいるっていうのが俺はめっちゃ大事だと思ってて、えー、他の6人も それは一般的にはプロの中ではどを超えてんだけど、さらにどを超えてんじゃん。量気って。多分、あの、そのどを超えるっていうのがね、こう、何このフィルターを通してツッツッツッこう、激しくやつうっていうのは、めちゃくちゃうがこう、どを超えてるってことだから、そういうことができるのって、俺はもう本当に一人握りの年限だと思う。マイケル・ジャックソンとかね、もうどを超えてんじゃん。どを超えるっていうのはもうスター性なのよね。 うん。だから、7人の中にそういう人がいるっていうのが、俺は b e f i r s の武器だと思っております。はい。というわけで、えー、今回もブンブンバックで、えー、彼たちの成長を感じました。そして b e f i r s すごいね。もう、ブンブンバック歌ったり、スマイルアゲ g a 歌ったり、シャイニング g o 歌ったり、もう、ねえ、名曲揃いってこと、もう選べれるんだから。もう曲が選べれるんだよ。ねえ、番組がこれ歌ってください。ねえ。 番組がこの曲。番組はこの曲。すごい。どんだけ曲があるんだよっていう。どんだけ良質な曲があるんだよっていうことですね。はい。ということで今日は、有吉ミュージックフェス、ビーファースト、ブンブンバックリアクションしていきました。白石ひでのりでした。チャンネル登録、高評価の方、お願いします。ブン